浅田真央選手の新プログラムが注目で、ザ・アイス2016でのエキシビションプログラム、チェロスイートは大注目でした。しかし、名古屋公演で披露されたショートプログラム、リチュアルダンスについては、その全貌が知られておらず、謎のベールに包まれたままで、そのために海外では待ち望む声が聞かれた。当然フリーも同じ曲と思われていたが、浅田真央選手の中では当初は別だったようだ。浅田真央選手が新プログラムについてトークショーで語っていた。今日も明日もフィギュアノー様の記事をお借りしました。今期はボレロのようにテンポが一定で盛り上がるような曲を演じたかった。この要望を踏まえてローリーがリチュアルダンスを選曲。最初はフリーだけの予定だった。舞台の動画を見た時に、同じ曲でありながらも黒い舞台と赤い曲で別のキャラクターを演じ分けているものを見て、これで行こうと思ったと、常に新しいものに挑戦する浅田真央選手の姿勢、本当に感心させられます。この新プログラムについて海外の反応は、真央が新ショートプログラム滑ったって、十分な情報は見つからなかったんだけど、こんな感じらしい現代風なステップと最後のポーズを除けば、タラソワのプログラムっぽい今季のローリーは本気。今日名古屋公演初日の真央はキレキレだったけど、ジャンプの調子はあまり良くなかった。全体的に美しく、彼女にとってこれまでにないものだった。そんなこと言われちゃうと、ああ早く見たいよ。待てない。新ショートプログラムのショートバージョンだよ。おお、黒手袋だ。いいね。予想より肌の露出の多い衣装だね。スカートの中のパンツもしましま。このわずかな映像を見るに、すごく面白そうなプログラムだし、真央の演技も素晴らしい。今季のリカのショートプログラムの衣装が思い浮かんだわ。これは多分スタイルと色が似ているからだと思う。でもそれにしても真央はとても愛らしいし美しいな。フレの動画が楽しみ。昨季よりも今季のショートプログラムの衣装の方が好きだな。できる限り早く完全版の動画が見たいよ。今日の名古屋の最後の公演に参加しました。真央はとっても力強いです。彼女のショートプログラムには迫力があり素敵でした。素晴らしい強さ、スケーティングスピード、身体の動きはより洗練されていましたね。真央はよく準備していて、今まで私が見てきた中でベストな演技でした。試合での演技を本当に本当に楽しみにしています。ザ・アイス見に行ったの？すごい。自分としては衣装と音楽に関しては好きではないんだけど、プログラム全体は見たいな。私も見ました。真央がとても力強かったこと、そしてより洗練されていたというのには賛成です。真央と真央のプログラムは驚くべきものでした。ところで、あのリンクは真央には狭すぎたと思いません？もっとリンクを広く使って早く滑りたかったに違いないと思います。ですので、すでに素敵にプログラムになっている一方で、正規のサイズのリンクが演技が披露されれば、また違った側面が現れてくると思います。またトリプルアクセルは大きなインパクトを与えることになると思う。プログラム中のアウセルのタイミングは完璧でした。大会でこのショートプログラムと新たなフリーを見ることを楽しみにしています。音楽の雰囲気に素晴らしく合う競技的かつ優雅な振り付けによって、彼女の動きと衣装は美の極致へと昇華されましたね。なんだか聞いているだけでも浅田真央選手の新プログラムが斬新で、彼女の表現力やスケートの技術が凝縮され洗練された演技になっていると感じられる。2018年の平昌五輪にかける強い決意、新プログラムの感想からひしひしと伝わってきて、挑戦者として全身全霊を傾ける浅田真央選手に心からエールを送りたくなりました。